左手だけのスイングで、調子がいい時は飛距離150ヤード。ゴルフ歴3年の陳珠健二さんです。陳珠さんは18年前、10万人に1人と言われる難病の脳動静脈奇形で倒れ、右半身に麻痺が残りました。ゴルフを始めたのは、主治医にリハビリとして勧められたことがきっかけで、始めた頃は空振りの連続だったそうです。うん、飛距離も出てきましたね。150超えてますもんね。うん、片手で打つことは健常者のゴルフの常識では考えられません。通常はこれでテイクバックしてしっかりここの支えがあるじゃないですか。でそれを振り下ろして反動で飛ぶけど、難しい。これがもう重くて手をまず持っていかれて狙いが定まらないです。ほんの数回練習しただけでも手がしびれてしまうほど。陳珠さんは週に1回のペースで練習場に通い、200球ほど打ち込みます。陳珠さんが通う大村市のゴルフ場は、障害者優先スペースの確保や平坦なショートコースを今年4月に整備し、障害のある人でも安心安全に実践練習できる環境を整えています。リハビリで歩くってなったら歩けないんですけど、グリーン上とかやったらいつまでも歩けるっていう感じ。しかし健常者と同じように練習やラウンドができるゴルフ場は県内にはまだまだ少ないのが現状です。ゴルフ場でもそのカートの入れる入れないも厳しいところありますし、こういうところをね、もっとこう周りの方が考えて来ていただければ、まあそういう障害者の方も安心して練習できる、回れるんじゃないかなって思ってます。練習場から諫早市内の自宅までは車も自分で運転します。運転しようって決断するまでが大変だったですね。ただいま。陳珠さんが倒れたのは結婚して半年後のことでした。新婚だった奥さんのかな子さんは当時のことをこう振り返ります。救急車に乗せましたからって知り合いから電話があって、で駆けつけたんですけども、最悪のことしか言われなくって、なんとか努力でこんなふうになりました。それでもかな子さんはゴルフを始めると聞いた時は気が気ではなかったそうです。打ちっぱなしでボールを打つ時に自分が落ちちゃったらどうしたらどうなってたかとか、いろいろこう不安もあったんですよね。だけど初めて楽しそうに帰ってくるんで、遊び一人でですね、だからこれは本人に良かったんだって。今月12日、大村市で障害者ゴルフ大会の九州大会が開かれました。長崎での開催は2回目で、陳珠さんも去年から出場しています。16年前に骨腫瘍で足を切ったんですが、義足になりまして、主治医から勧められてリハビリにいいんだよっていうことで、広島から来たんですけど、やっぱりゴルフというより人にみんなに会って元気をもらう、だから来てるところがあります。ラウンドは障害者とサポーターが組んで行われます。気持ちよく回れそうですか今日は。そうですね、気持ちよく回ります。はい、ゴルフを通して互いを尊重し合うことも目的の一つです。はい、いいです。
しかし大粒の雨が。残念ながら大会はハーフで終了しました。スコアはどうでした？ボロボロよ。初めて長崎でゴルフさせてもらうのに一番印象悪くなったな。これから悪くなることないから良くなる一歩、うん、最高。コンディションは最悪でも参加者たちは笑顔です。のびのびとプレーできたことに大満足のようです。ゴルフっていうのはいい時もあれば悪い時もありますけど、ちょっとずつ前進して一生続けていくリハビリって思ってます。リハビリや障害者スポーツとして多くの人に認知してもらうことが障害者ゴルファーの人生の豊かさにもつながります。陳樹さんのゴルフライフは始まったばかりです。